ってことで浦和行きますね。浦和レッズ、すごいスタジアムの雰囲気、なんか独特ですよね、やっぱり埼玉スタジアムのあのアウェーの雰囲気って。うん、なんかまあまあアウェーだけどものすごい楽しかったし、一つちょっと残念だったなっていうのが、やっぱ徐々になんか蒸し暑くなってきて、水分取ってるつもりだし塩分もちゃんと取ってるつもりだけど、まだねやっぱ後半ほんと10分15分ぐらいからマジで体力がまだなんだろう、がっつり落ちるというか、あ、やっぱ落ちてきたっていうのがね自分でもわかるぐらいね、来るね、まだ来るね、なんかいつもより全然走れてない感じがする。まあその試合の強度も高かったっていうのはもちろんあるし、なんかいつもの最初のスタジなんだろう芝じゃなくてちょっと柔らかかったのもあると思うんだけど、みんなきつそうだったね。だから別にコンディションが悪いわけとかじゃない、悪いとかじゃないんだけど、ちょっと悔しかったな、まだまだまだできたのにっていうか、結構自分でチャンス潰したシーンもあったし、でももうなんだろうな、足つってるから、いやまあもうなんかここ技術がどうこうじゃないしっていうのがすごいね悔しかった。はい、関根選手とユニフォーム交換しました。まあ吉尾とはもうユニフォーム交換したから、はい。いやなんか芝がね悪いとかっていうわけじゃない、その止まる止まんないとかじゃなくて、なんか柔らかいんでね、ふかふかしてたから足取られるんだよね、それがあった、足取られるっていう、それぐらいかな。でもやっぱ俺サイスタでやるのすごい好きだし、うん、楽しかったっすよ改めて。うん、あ、芝変えたんだ、なるほど。サイスタでね、サイスタで勝ててないって俺この間初めて知ったんだけど、そういうのがあったんだよ。なんかあの東京のさ YouTube で練習のさ YouTube 毎回あるじゃないですか、あれにさなんか鬼門だっけみたいな書いてあって、なんて読むのあれ、鬼門だよね、わかんないけど、で書いてあったからさ、そうなんだって思って、で後から聞いた。うん、そうそう、まあまあね、そのもちろんそのなんていうのかな、いや、やめとくわこれは。はい、チャンネル登録よろしくお願いします、よろしくお願いしますっていう感じで今日は終わりたいと思います。皆さん今日も見ていただいてありがとうございます。またお疲れ様でした。バイバイ、疲れです。